よくぞここまでたどり着いた。褒めてやる。キース、なぜこんな奴の味方するでちか。シャルロットは今のヒースなんか大嫌いでち。あの優しかったヒースはもういないでちか。ずいぶん元気なガキどもじゃ。さすがは神獣を倒しただけのことはある。おかげでほら、このマナの剣に神獣の負の力を全て吸収することができたぞ。あとはこの力を我が身に取り込めば、永遠の命、不死なる魂、そしてマナの女神をも超える全能の力を得ることができるのじゃ。さあ見るがいい、わしが神となる瞬間を。力がみなぎることじゃろう。マナの剣は永遠に失われた。これでお前たちも諦めがつくじゃろう。苦しい。光の波動がわしの邪魔をしておる。この波動は聖域のマナの女神。まだ生きておったか。よかろう。マナの木を切り通し、マナの女神の息の根を止め、奴が持っている最後のマナの力も吸い取って完全体になってやる。見ておれ、今聖域に向かってやるわ。仮面の同志様の邪魔はさせない。お前たちにはここで死んでもらおう。ヒース、いい加減に目を覚ますでち。ほら、シャルロットでち。わからないんでちか。シャルロット、お前など知らない。行くぞ。私のことは気にするな。一刻も早くマナの聖域に向かうんだ。仮面の同志を追いかけてくれ。やだ、ヒースを置いていけないよ。シャルロット、聞いてくれ。仮面の同志の正体を、かつて聖都ウェンデルには二人の司祭がいた。シャルロットのおじい様の光の司祭様と闇の司祭ベルガー、私の父だ。光と闇は表裏一体、その二人で生徒を守っていた。だがある時、光の魔法では治すことのできない
不治の病に侵された少女を何とか救いたいと考えた父は、禁断の闇の呪法、転生の秘宝の解明にのめり込んでいった。父はやっとの思いでその秘宝を解明することができたが、時すでに遅く、少女の命を救うことはできなかった。父は禁断の闇の呪法に手を出したことで生徒を追われた。さらに父自身も禁断の呪法にかけられていた呪いで顔が醜く歪み、それを隠すために仮面をつけたが、顔だけでなく心までも闇の呪いによって歪んでいった。生徒を追われた後、父は転生の秘宝を自分の体で実験し、不死のモンスターダークリッチとなってしまったのだ。そして神獣の力を手に入れ、神を超えようとしているんだ。私は何とか元の優しかった父に戻そうとしたのだが、父の闇の力は強大で、逆に私の心も闇に囚われてしまった。私もすでに父によってアンデッドの体になっている。戦いを通じて君たちが私の心を呼び戻してくれたから、ようやく自分を取り戻すことができたが、このままでは必ず再び闇に落ちることだろう。今が最後のチャンス。シャルロット、さようなら。君ならきっとやれる。父を倒し、世界を闇から救ってくれ。キース、何をするの？ダメ！シャルロットたちにマナの加護があらんことを。